とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新種の防具、ゲットしました。レッドストーンゴーレムアーマーですね。これ見た目じゃなくって、ちゃんとした防具です。ほら、装備してるでしょ？でも実はこれ、闇のアーマーなんですよね。闇のアーマーを、レッドストーンゴーレムアーマーに、言いにくいな。変更するモッドですね。で、この闇のアーマーも、ギフトで、ちょっと前もらったやつなんですけども、クールダウン、そして帯電タンブルビー、ポーションバリアと、かなりいいやつになっておりますね。今日はこれを使って、クリアしていきましょう。それでは行きましょう。カボチャですね。プレイヤーの HP が 30% 減少して、レッドストーンキューブに変わる。で、食料貯蔵を持ってますというところです。251なのよ、防具が。これで 30% 減少はなかなか厳しいんだけども、今回はこれで行きます。大いなる破滅ですね。まあ、無理っぽかったら途中で変えます。一応これで安全に倒していければなぁと。いうところですね。うん。多分、火ダメはだいぶ抑えれるはず。OK。タンブルビーでさらに抑えれてるからね。敵もまあまあそんなに寄っては来れないので、いけるかな？どうだろう？まあいけるにしてもちょっと時間はかかりそうな感じかな。いや、これよりも、もうちょっと火力重視でいった方がいいのかな。タンブルビーがあるんで、そこそこ耐えてくれると思うんだよね。そうだな。ちょっと装備変えましょう。タンブルビーあるならば、良さそうね。うん。爆発付きの怒りでいきましょうか。痛み爆発でいきます。久しぶり使うなぁ。痛み爆発。強いんだけどね、爆発が、よし、リフレッシュの、ちょっと妨げになるので、あまり使ってなかったんですけども、どうだろうか。うん、まあ、これでもちょっと厳しいってなったら、いつもの怒りに変えてみましょう。キャプテンは全部取ります。おー、いた！おー、いたよ、いたよ。ちょっと待て待て。びっくりしたー。入った途端いるとちょっとビビるね。まずは、なんでしょう。脅威か。はいはい。ダメージもらうと痛いね。めちゃくちゃ減る。お、いた！キャプテンいる。よし。いけるね。いや、でも減るなー。減る減る。むちゃくちゃ減る。やっべ！なんだ？また脅威か。神秘が今回ちょっといないな。中間地点過ぎました。キャプテンは未だに神秘がいません。この先もいないかもね。もしかすると、おいおいおい、ちょっと厳しいのがいるぞ。再生味方回復絶対痛い。あ、まあ今のはうまいこと爆発で倒せたね。うん。爆発もやっぱね、役に立つところはすごいあるのよ。あるけども、まあ俺が個人的にちょっと、苦手かなーっていうところですね。苦手っていうわけでもないんですけども、役に立つよ。でも、火力の方をもっと上げていきたいっていう考えなので。やば！ここは完全にやばいっしょ。え、どこ？いないな。あれ、キャプテンの名前は見えてはいたい。やばい、ここやばい。待って、こういうところはタンブルビーよ。タンブルビーの出番です。ちょっと、痛すぎる。よし！いたいた、やっぱりいた。え？あ、じゃあこの、上の方にもいるな。おい、ここもなんかいそうだな。よし。オッケー。
また脅威か。脅威3ですね。で、この中にも、いるね。痛い。よし。おい。痛いよ。251の、30% 引きはなかなか厳しい。奥にいそうね。おいって、待ってって。モブ速度 80% 増加。え、いる？これ。あ、ここまで来て名前が出ないってことはいないね。うん、いないわ。危ない。あんまり危険は犯さないように行きましょう。マジで死ぬ。あ、キャプテンの名前がある。ってことは、危ねえ！わあ、もう最悪！いたいた、いるんだけどさ、もう、最悪だわ。よし。オッケー。もう、不意の、クリーパーにやられちゃった。ちょっと待って、痛いよ。ここに来て、ちょっと、敵の攻撃の痛さが目立ってきた。これ、敵の攻撃力アップとかついたらマジ最悪だな。何？ナイトモードも最悪。本当に。ナイトモードこれ、きついって。いやいや、ちょっと待って。あ、いや、逆に敵がいっぱい出てきてくれて、いいか。うん。リフレッシュ、発動しやすくなって、いいかな？ちょっと待って。うわ、雲！やばい。これ厳しい。よっしゃ、オッケー。横には多分いないから、このまま突っ込んでいきます。よし。オッケー。ふぅ。待て。エボーカー、痛いよ。痛い。こっち来なくていいって。よっしゃ。うわぁ、そうか。ナイトモードだった。まあ、うまいことね、蜂たちがタンクになってくれるんで、いいっすかね。あっぶねえ。なんとか蜂で耐えて、行きましょう。痛すぎる。おっしゃ。いないかい？キャプテンは。いないな。先に進みまーす。オッケー。うん。アーティファクトシナジーの偉大さがわかる。あれだったらもう結構がっつり倒していけるんで。あれすごかったんだな。オッケー、ちょっとパワーポーションは取らせて。火力が若干足りない。よし、いいよ。なんもないね。よっしゃあ。もうきついきつい。あ、ここまで来ました。来れましたね。キャプテンは1体いなかった。全部で5体でした。これでクリアしていきますね。ここは楽勝。いや、楽勝でもないぞ。やっぱナイトモードなんで不意のね、敵が出てくるんで。あぶねー、怖い。よし。まあ、うまいことね、このタンブルビーが役に立ってくれてるんで。まだマシ。これタンブルビーなかったらきつかったわ。あっぶねー。死ぬ。気を抜いたらマジ速攻で死にそう。よし。あっぶねー。ナイスタンブルビー。邪魔。まだっすか？やばい。あぶねえ。クリーパーがうまいこと向こうに行ってくれて助かる。よし。エボーカーでおしまいだ。おー、いけたー。はーい。では、クリアしますね。はい。という
ということで今日はモッド使っております、闇のアーマーがレッドストーンゴーレムアーマーに変化するというモッドですね。見た目はマジで最高です。実際にこの防具欲しいもん。すっごい欲しい。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。